吉野梅バの中心、青梅芝居の公園吉野梅バは、東京都青梅市にある梅園。2014年に、すべての梅の木が伐採されるまでは、関東地方で、有数の完売の名所であった。青梅市中心部の西部に位置する日の出産から東に、伸びる丘陵と、玉川とに挟まれる、長さ4キロメートルほどの地域に2万5千本の梅が植えられていた。近隣には、 青梅芝居の公園のほか、個人の梅園も多く点在する。東京都内ではあるが、都心部より標高がやや高いほか、丘陵の北面に位置するため、見頃を迎えるのは都心部より遅い。2009年4月に植物防疫法の法令検疫対象である、プラムポックスウイルスの感染が、梅の木としては、世界で初めて確認され、2010年に123本が、 伐採された。その後も調査で見つかった感染儀を処理していたが、2013年11月に農林水産省がプラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令を改正したことにより、感染儀の周囲の木も伐採するように定められた。ことから、一般の入園は2014年4月3日に終了し、翌4月4日から5月30日までの間に、園内のすべての梅をすべて伐採した。 梅を植樹するにあたっては、この伐採から3年間に、付近で新たな感染がないことが条件となっている。梅の里再生を目指すため、2015年に NPO 法人、大梅吉の番号梅の里未来プロジェクトが設立された。毎年2月下旬から3月31日まで、梅祭りが開かれていたが、梅の木が全て伐採されてしまったため、2015年は、 吉野梅号花祭りと名称を変更している。様々なイベントが催されるが、その中でも3月中旬の日曜日が最も賑やかで、周辺の家々が露店を出したり、日向和田駅と吉野街道を結ぶ道路を練り歩くイベントがある。2016年は梅の里再生祭りとして、巨大モザイクアートの展示やパレードが行われ、グルメマルシェも開かれた。 大梅の梅見納め、梅の公園1260本も伐採へ。東京新聞社。2014年3月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年3月16日閲覧。吉野梅号の梅1266本。4日から全部伐採東京。大梅朝日新聞2014年4月3日。ありがとうございます。